はい、ピースケです。サクセススペシャルやっていきたいと思います。今日も、サクチャレですね、春英の。で、なんとセンス丸が弾けたんで、ちょっと自分の更新も目指して頑張ってやっていきたいなって、こんな感じです。はい、大谷、小平、カリブちゃん、レンちゃん。で、ちょっと、ホムラ入れるの忘れてて、で、ホムラとサイガお借りします。サイガちょっと今回50借りれなかったので、42の方お借りしておりますという感じで、でこう、まずは一発で直してほしい。あ、よかった。いやー、センス久しぶりだな。俺普段別に厳選とかしないので、運任せっていう感じで。しかもこっちは必ずなんかセンスまでだけってないので、ちょっとね、これも出してほしいですよね。アプリはセンスまでだけあるけど、こっちなんかサボり癖とか不眠症とか、なんかしらついてるのがほとんどなんで。いや、更新できるかな。ホムラがどうかっていう感じなんですよね。まあ、ホムラ自体は強いんですけど、その分試合経験ってなくなるので、まあ、その差、まあ全然、多分差は超えてくれると思うんですけど。なので、エピローグが3人になるって感じですね。4人か。まあ、大谷がなんだかんだ80ちょい、80はもらえないか。70ちょいぐらい増えるんで。それがどうなるかって感じですね。ないやん。経験点だけ伝えるときどうしたらいいんだろう。難しいな。本当は査定意識して、まあ、査定あんま分かんないですけど、まあ、得能もしっかりと、まあ、得能多分多めに取ると結構査定良くなる感じだとは思うんですけど。それにしてもですね、それやっちゃうとコツを取らなきゃいけなくなっちゃうんで、まあ難しいんですよね。コツなしで桂馬得の取ると、それはそれで重いし。まりカレンちゃん来なかった。この辺で来てほしいな。おお、阿部妃。まあ、でももらえるんですけどね。かりんちゃん来てほしい。よし、来てあげた。ナイス。招きお守りなので、これ休むかな。危ね。来い。もしないっす。もう告白来ていいんじゃない。で、最大値も割と序盤で上げてくれてるんで、来るかな。小平。評価下がっちゃうけどね。経験点が確かにこの中では一番良かったはずなんで。サイガがもう上がってる。レンちゃんもね、イベント終わるまでは告白来ないでほしいんですけど。
だから早めにあのイベントが来てほしいですよね。プロテイン来い。これ告白間に合うかな。パニック上がってきてるもんね。一回だけ置っとこう。あ、そして能力をまた上げ忘れる。やばい、どうしよう。出るかな。 G とかだったらやばいんだけど。 G だ、やばい。うまいぞ。ナイス。よし。あー、やばい。これまずいぞ。せめて30はいかないと。やばいじゃんこれ。これやばいぞ。うわー、半分損してる。まあ、これだけでも更新が難しくなった。おお、ナイス。まさか。センスがないときはね、このイベント来てくれると嬉しいけど。あれ、モテモテもらえるのか。やばい。ぶの。奪われる可能性があった今。攻めるか。でも結構成功する気がするんだけどな。うん、オッケー。ホーム。あれ、でもこれで終わりか。あ、やめてやめてやめて。2回目のサボり草はつらい。危な。ホムラがまだ強化がいってない。
いやー、大吉重要だな、これは。試験1回失敗したから。まだか。来い。よっしゃ。ナイス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 。これはでかい。もうサイガさんかな。この前に。センスまで伸びがいいからわかんないんだよね、経験値。もし降格。二度目だぞ。ちょっと実は寝起きなんですよね寝起きにやるもんじゃない、この。保険をかけておくっていうね、寝起きというのを使ってね、卑怯なやつだ。ブブー、ほら卑怯なことしてると、あ、やばい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 ぞ。え、これダメじゃない？ははは、1点足んない。これだいぶ損してんじゃん。あ、やばい、何もイベント来てない。バラバラだから、まあ常にタックを踏めるみたいな感じだったらまだわかんないかなっていう感じはするけど、取るか。
としゃ。これで全員と。お、いいね。阿部ヒー。結構みんな阿部ヒかパワーヒか持ってるからいいね。ぜひ取る。こういう渋いのはデートだな。もう一人いてもいいな、彼女。って考えるともう大谷外す感じかな。たいんだけど誰かと重なっててほしい。渋い。やべ。あれ。うわ、悩んだ。助かった。危な。めっちゃ40点取る練習しとこう。一回失敗してるもんな。ほら。バイトっす。ホムラも久しぶりだな。なんだかんだプラ3まで来たけど。てか高校生でこんなとこ来ないよね。来るの？どっちがいいんだろう。
人また増やすとしたら、微妙なとこだよね。大谷残しの方がいいよね、気はするんだけど。コンビニへ行く。何がいいんだろう。あんまり災害が来てないな、タック。よし。あとパワーヒが来てないのか。やば。全然打てない今日。これはこれだな。技術全然足りてないので、やっぱそういう意味では神宮寺入れていいなっていうのはあるんだな。むずいな。再生スタメン打ち取ったっけ？取っちゃう。で、最後からパワーヒをもらうと。OK。技術、どっちだっけ？上か。あ、すいません、間違えた。意外性こっちだよね。いや、小平は普通に間違えたわ、今。小村が来てる。絶対臨床余んな、これ。
そうだよね。かりんちゃんもほぼ敏捷だし。ここで足りてるからな。影が足りてないんだよね、多分ね。レンちゃんとかも。または全然いけるな。君が来ない。4番、ショート。
競争心、どっかで取れるか。なんか取るとかなさそうだね。どうしようかな、もう盗塁直取りとかで補うしかないか。やばい。やばい。打てない。あれ。危な。変化球苦手なんだよ。うお。全然ダメだ、これ。これ更新しません。いやー、てかレンちゃんやば。取られてるんだよ。俊英、ここはなんとか追いつきたい。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で芥川、今日2打点を挙げています。打ちました、痛烈、入れば同点だ。入った。怖いわ。俊英攻撃に入ります。先頭バッターは芥川、今日5打点を挙げています。さあ次の投球、投げました、打った、強い当たり、打球、エンちゃんがいない、やばい。練習全部エンちゃんだな、普通に。いないけど。チェーマッチェーマッチェーマッチェー。俊英リードで迎える6回です。2アウトランナー、やばいやばい、初球を打った、
鉄砲塚ベース。まだ負ける可能性危ない。新鋭勝ち越しのチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で秋田川怖いバッターが続きます。打ちましたいい当たり。これはヒットになります。新鋭ここで勝ち越し。危な。レンちゃん、あれあんま強くないんだな、アタックは。めちゃくちゃ打たれるな、守備で。投げました。来たー！行ったー！行ってます！入った！新鋭、追う展開で迎える3回です。ツーアウトランナー1塁という場面で、秋田川。ファーストランナーをちらっと見て、投げました。打った！そう。入れば逆転だ！入った！新鋭、追加点のチャンスです。ツーアウトランナー二塁という場面。打ちました。痛烈。オッケーオッケー。珍しく打ってる。振動から。新鋭ダメ押しのチャンスです。ツーアウトランナー三塁という場面で秋田川。新鋭一本打ってダメ押しといきたいところ。投げました。バッターの足元。投げた。危ない球。第4球は。ここは歩かされます。マジか。あ、レンちゃん、レンちゃんアウト。マジか。これで更新したら笑うわ。ないけど。印象使うのってなんだろう。精神は意外と飛んでそう。先ほどホームランを放った秋田川。さあ次の投球。あば。打ちました。レフト落下です。速い球投げるな。6回の裏。でも150出ないです。トップバッターは秋田川。打ったこれはこれ。逆転した。8回の裏。俊英攻撃に入ります。先頭バッターは秋田川。今日はソロホームラン2本を打っています。投げた。打った。
ああ、ここでもらえたんだ。ミスった。大谷、これがね、半分になっちゃった。更新は無理だ。得のいっぱい取ろうかな。多分無理だよね。うん、全然足りない。得のいっぱい取ろう。おー、S7 まで来た。あれ、敏将やばい。敏将何で使えばいいの？盗塁も1個取れる。盗塁も1個取れる。何取ったっけ。なんか綺麗に撮りたいな。やっぱ敏捷余る。さっきの取り方のなんか粘りがいらないの。あれ？取り方分かんなかった。実はさっきの取り方が一番良かったっていうか、印象意識して取ればいいのか。で、技術がちょっと足りないのか。なるほど。あ、ハイローどっちか取ったら OK かな。
感じ。7か。まあでも更新だ。こっちは。はい、というわけで、うん、ちょっとサクチャレは全然ダメだったんですけど、ヒントク、あれ ?4 つしかない。サイガ、コダイラ、あ、あるわ。大谷、ホムラ。あれ誰か来てない?あ、レンちゃんないのか。そうか。って感じで、まあ、レンちゃん、あ、そうか。あそこレンちゃんじゃないやつにしたらいいのか。金徳に関しては。はい。という感じでございました。はい。こっちはね、多分ね。全然ダメだと思うので。こいつかな、なんか謎のオールへ。はい。S7 以上という感じでした。はい。ちょっと作中は全然ダメだったんですけど、まあ個人の更新はできたという回でございました。はい。いや、まあ千丸つけば新鋭で全然作れるってことですね。はいはい。あ、まあもう一回やり直して、試験が全然勝てなかったので試験ですね。うん、それに尽きる。あとレンちゃん追えなかったんで、そこがあればまあ9000までね、いくかなっていう感じの敵でございました。はい、今回はこれで終わりたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いいたします。それでは皆さん、ピースの日常、バイバイ。